ペンデュラム召喚を生み出したのはユウヤ、君だ。ほう、ペンデュラムを。デュエリストを志してから私は常にトップランナーだった。あの日、君がペンデュラム召喚を成功させるまでは私のターン。それ以来私は君を研究分析し、こうしてペンデュラムカードまで作り上げた。私はスケール2の DD 魔導賢者シュレディンガーと、スケール8の DD 魔導賢者ディラックでペンデュラムスケールをセッティング。これでレベル3から7のモンスターが同時に召喚可能。ペンデュラム召喚、出現せよ私のモンスターたちよ。チューナーモンスター、 DD ナイトハウリング、2体の DD 魔導賢者ニコラ、さらに DD バイス・デュポン。ここにいる全員が少なからず君の影響を受けている。多くの人の心を動かした君ならきっとザークの悪の心をも覆せるはずだ。そうだユウヤ、お前はシティの人々の心を動かした。見るがいいユウヤ、これが私のデュエルだ。私はレベル6の DD 魔導賢者ニコラ2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、生誕せよ DDD 後藤大王エグゼクティブシーザー。続いて私はレベル7の DD バイスルフォーンにレベル3の DD ナイトハウリングをチューニング、シンクロ召喚、生誕せよDDD 新兵大王エグゼクティブアレクサンダー。さらに私は墓地へ行ったバイス・デュポーンの効果発動。このカードとナイトハウリングを墓地から除外し融合召喚、